数の無法者と戦った熱血の侍たちを描いた不朽の名作といえば、黒澤明監督の七人の侍。時は戦国の世、強き者のみぞ生き、弱きは死す。信士たちの毒牙にかかった村を守り、勇敢に戦う侍たちがいた。巨匠黒澤明監督の不朽の名作、その名ももうわかった？え、七人持って七人の侍ってか？気に入んなかった？気に入んなかった？じゃあ今度七人の刑事にしようか？え？なこれで神父。